お元気ですか？ちょっとしばらく、皆さんと、連絡が途絶えていた感じですけども、実は7月の5日に、日本を出まして、こちらフィンランドの首都ヘルシンキの方に来ております。いや、今回いろいろ大変なことがありまして、それ皆さんにぜひですね、報告させていただきたいなと思いました。7月の5日に日暮里からのスカイライナーだったんですね。この中はガラガラで、お、幸先いいぞと、とんでもないトラブルが待っているとも知らずについ、にんまりしてしまったわけです。成田でのチェックインはですね、至って簡単でして、提示したのはパスポートだけで、3回接種した、コロナの証明書ですね、それも、それから e ティケットもですね、一応用意していたんですけども、見せてくれとは言われませんでした。つまりパスポートを、提示するだけで全てがうまくいったということになります。利用した航空機ですけども、 AY、これはフィンランド航空ですね。したがってフィンランド航空のカウンターでチェックインをしたわけですが、これは同時に JAL と BA ブリティッシュエアウェイズの共同運航便だったんですね。これはコロナで苦境に立たされた航空業界の対応策だったんでしょうね。はい、みんなで持ちつ持たれつという形だったと思います。で、CA さんにですね、聞いてみましたら、定員は万が一に備えてその80名にですね、限定しているということで、そこでちょっとこう計算してみましたらですね、計算上はほぼ3席を自由に使えることになるので、実際そうだったんですけども、ここでしめしめと喜んだわけです。で、問題はですね、フライト時間です。これは13時間15分が予定されていまして、通常は9時間15分なんですね。東京ヘルシンキ間ですけども。それが4時間長くなりますので、若い人たちにはですね、いいかなと思うんですが、私たちのような老体にはちょっとですね、辛そうだと。なんといってもロシアが領空を使わせないので、しょうがなくアリューシャンの上空から、北極圏を通過してスカンジナビア半島の北部から南に、いわゆる南下をして、ヘルシンキに入るルートのようだということで、長時間の飛行にですね、対抗するために、奥様からですね、休眠剤をですねいただきましてね、それを飲んで、そして横3席をベッドにして、おやすみなさいという具合になりました。途中2回のですね、食事とそれからフィンランドビールで、喉を潤しましてね。で、予定より1時間早くヘルシンキに到着しました。全然嬉しくなかったですね。朝5時に到着するのが朝4時に到着したということですから、全然嬉しくないわけです。ヘルシンキで降りる人っていうのはまばらでして、ということは大部分の人たちが、ヘルシンキに関しては途中経由の空港であったということですね。入国審査も普段ですと列を作ったりするんですけども、列も何にもなくて一瞬で終わって、あとはスーツケースを受け取るだけだったんですが、そのスーツケースを運んでくるベルトがですね、ストップし30分間渡せられると。これが連続トラブルの始まりでした。で、これが3ヶ月間滞在の、荷物一式っていうことになりますね。これちょっとリュックサックみたいなものをですね、私も奥様も、持ってきてるわけですけども、メインなものはこれです。普段半年近く滞在する時もだいたいこのスタイルですね。ただ違うのは、中に入っているものの重量がですね、やっぱり今回は、期間が短い予定ですのでね、軽くなっているということですね。
さて、空港からですね、ホテルまでいつもですね、タクシーを使うんです。で、フィンランド、ロシア、中東諸国、アフリカ系など、まあ、ドライバーの出身地というのは顔を見るだけで本当に様々なんですけれども、普段はですね、アフリカ系のね、ドライバーを選ぶことにしています。明るくっておしゃべりが多いので、まあ、いろいろ現地のですね、最新情報も教えてくれるということだからなんですね。でも今回のドライバーはですね、一言も話さないんですよ。アフリカ系なら全員ですね、明るい性格で、全員バスケットが上手で、全員走るのが早いとですね、思っちゃってる、まあ、日頃の自分があるわけですけども、まあ、いろいろいますよね、アフリカ系といってもね。はい、でしばらく2年ぶりのですね、ヘルシンキの森などを見ているうちに、まあ、ホテルに到着し、タクシーに42ユーロ、まあ、1ユーロ140円ぐらいですね、を払って、中に入ります。いや、中に入れないんです。実はここからが悲劇の始まりだったんですね。それでは、悲劇は